ちは、シアレース大阪店の木下一です。お願いします。お願いします。本日はカスタム好きの方におすすめの中古車入ってきましたので、ご紹介させていただきます。木下さんが中古車紹介ですか？はい、初めてですですね、はい、今まで新車のね、キャラバンとかハイエース、そうですね、ね、ご紹介多かったですけど、はい、ちょっとまた今回全然違いますね、イメージが。そうですね、かっこいいですね。すごいなんか引き締まってかっこいいですね。はい、ちょっとそうしたこのかっこいいハイエース、はい、詳細加算ポイントいろいろ教えてもらっていいですか？はい、こちら、令和元年式肉ガソリン 2000cc の、スーパージェールのダークプライム2のグレードになります。あ、はい、グレードもいいグレードですね。そうですね、走行距離21000km、おお、まだまだ走りますのでね。え、はい、てか本当にこれあれですね、もうフロント、はい、お顔からすっごいなんかガラッて変わってますね、今回。変わってますね。ちょっとこちら、はい、ボンネット、まあ、社外品でついてる分になりまして、まあ、こういう悪顔で完成してますね、うん、でヘッドライト、はい、あ、インナーブラック、マットブラックで塗装が入っております。おー、はいはい、はい、で、まあ、下に下がっていただいて、マイセックスフロントリップスポイラーバージョン4も定番ですね、こちら。あ、ボンネット変えてヘッドライト塗って、はい、下にエアロつけるだけ、こんだけちょっといかつくなるんですね。そうですね。で、おそらく、まあ、一個またポイントとしてガッツミラー、はい、こちらも脂肪取りとパールホワイトで同色塗装が入っておりまして、ここまで変わってると本当に違和感ないですね、はい、そうですね、うん、かっこいいですね。いや、これちょっとカスタム好きにはたまらないちょっとお顔ですね。そうですね。でもそこまで大きくは変わってないですよね。そうです、うん、はい、まだまだ変えるところはありまして、はい、ローダウンは、現状2インチ、純正か5センチぐらい下がってる。5センチぐらい下がっております。乗り降りしやすいんですね、うん、はい、でホイールが SXEW のブラックポリッシュ、はい、17インチです。で、横浜のパラダホワイトレターですね。 LT タイヤですね。 LT タイヤ車検対応になりますね、はい、いや、いいですね。本当この全部が統一されてますね。ヘッドライトのこの黒、はい、でホイールのこの黒、黒、ね、メッキ、はい、合ってますよね。合ってます。で、あとこれ実はこれドアミラーも変わってるんですね。そうですね、私もちょっと社外品ですね、こちら、はい、あ、ドアミラーウィンカーつってます。でこのスモークもね、また合ってますよね、はい、そうですね、合ってます。ここと、まあ、カスタム好きの方も必見な感じですね、うん、ね、本当にこの黒白っていうのはね、すごい本当に、はい、いいですよね。そうですね。で、ちょっとさりげないポイント、はい、あとサイドライナー、あ、入ってます。エアロついてるんですね。エアロついてます。で、リアライナー、はいはい、ついてます。これ SX の商品の、 SX の商品です。やっぱラインが綺麗になってますね。ね、このフロントからのね、サイド、リア、はい、全部高さ合いますね。合いますね、はい、ここ、こだわりポイントですね。ね、でも本当に違和感ないですね、はい、シンプルなんで。そうですね、まあ、で2インチなんで、まあ、お仕事で使われる方にはちょうどいいかなと思います。いや、めっちゃいいですね。お仕事、はい、プライベート両方兼用に使えるお車ですね。そうですね、うん、はい、後ろ、おお、ね、こちらテールランプが社外品で変わっているのと、はい、エンブレムがマットブラックに塗装されておりますね。フロントとね、一緒で、はい、まあ、ここもカバーみたいなもの販売されてるんで、はい、もしこれと合わせられる方はそれまた付けられてもいいかなと思います。あ、いいですね。ここからちょっとなんかリメイクできそうなお車ですよね。そうですね、うん、はい、いや、ちょっと中行きましょう。キユーさん、中行きますね。あれ、ちょっとまたいつもと違うベッドそうですね、こちらも5段階調整付きのベッドキットになります、はい、あ、でもいいですよね、これ分割、はい、4分割めちゃめちゃクッション性がいいですね。本当に分厚いですよね、はい、ね、あとはダークプライム2やから、この黒で、はい、ね、このかっこいい天井、黒色、ね、閉まってます ね、 ね、でも本当に綺麗綺麗、めっちゃ綺麗綺麗ですね。
ちょっと二列見ていいですか。はい、こちら小窓ついてますのでパワースライドドアはついてない車両になります。はいはい、こちら SX のシートカバー1列目2列目レザーでついております。うんうんうん、でフローマットもついてるんですね。フローマットついております。これ新品ですか。新品です。めっちゃ綺麗、本当に綺麗ね。状態がものすごくいいですね。ねえ、ちょっと本当に通常でしたね、こういうところってすり傷とかめっちゃ多いじゃないですか。あ、そうですね。それが本当に全然ない。丁寧に乗られてたねえ。でこれナビもついてて、はい、でルームミラーなんですけどもバックカメラ内蔵になっておりますので安心して運転していただけます。あ、いいですね。はい、これ ETC バックカメラも、あ、はい、ついております。じゃあもう乗り出しにはもう十分ですね。十分ですね。ね、本当に日常はこういう風に使ってもらって、はい、お仕事の時にベッド外してもらって、あ、そうですね。まだまだ内装も外装もカスタム追加でできると思いますので、うん、はい、いや、いいですね。距離どれくらいでしたっけ。距離21,000キロ。21,000キロ、はい、キユーさんこれ金額教えてもらっていいですか。はい、車両本体376万円です。367万円。はい、でも正直ね、これだけのカスタムしてると通常でしたら結構金額いくじゃないですか。はい、そうですね。うん、まあ低走行なんでもうちょっと行ってもいいのかなと思うんですけど、お乗り出し400万円切ってますので、はいはい、ご予算400万円でお考えの方にぴったりだと思います。いや、めっちゃいいですね。はい、もう本当にね、一から作るより中古車って本当にいいのはこうカスタムされた状態で、はい、ね、購入できるっていうのは本当にね、実際カスタムパーツっていうのがちょっと下がるじゃないですか。そうですね。ね、それはすごいポイントですもんね。はい、ここまで結構ね、外装も内装もカスタムされて新車で買われる方とかはもう460、70とか、ね、うん、行ってしまうと思うんで。ですよね。はい、でも本当にね、前オーナーさんが使ってたお車って言ってもすごい状態綺麗に維持されてるから、ね、はい、ね、これはでも本当にカスタム好きにはたまらない今回お車ですね。そうですね。もうぜひお問い合わせいただけたらすぐにお車ご案内させていただきますので、ぜひお問い合わせお待ちしております。はい、はい、そしたらまだこういうカスタム車含めご紹介していきましょうね。はい、はい、よろしくお願いします。はい、そしたら本日ありがとうございます。ありがとうございます。